お疲れ様ですそれではこちらではテクニカル的に40週目がどのようになっていくのかってことをね見ていこうかと思いますまずは9月から10月に月が変わりますので月に1回は月足を見ていくことになりますねで今回は円高が始まったこちらの162円からドーンと落ちた先々月とそれから先月のこちら で今回のこちらのチャートバーですね、ローソク足ですね、こちらがあ3月連続で下落ということになってます。まあ、これは言わずもがなサンバガラスという形ですんで、そこに石破法でですね、どーんと円高の勢いが乗ってきましたんで、これの揺り戻しがなければ、まあ、このまんま円高がどんどん進んでいって、 130円台に再度突入ということとななるかなっていうところでこでちらが意識されるところですね。ここを抜けていくかどうかっていうところを月足はちょっと見ていくことになると思います。なんか抜けそうではありますけどもね。これテクニカル的な形を見ていくと。はい。それで月足はこんなところなんですけども、はっきり言ってね、これね、9月30日月曜日にどのぐらいの お戻しがあって、ドル高の方向に向かうのかちょっと分かりませんので、はい、今回はイレギュラーもね、イレギュラー中のイレギュラーですね、まあ、石破法って書いてますけども、これ、同じ感じがちょっと続いちゃってるところが面白いですね、石破法ね。で、週足の方も、一旦こちらに反応して、ドンと跳ねてるっていう風な見方もできますけども、まあ、自民党総裁選の、 これ結果で,です、ね、動いているところがありますので、なんとも言えないですね。えー、ということで、テクニカル的にはねあの、かなりあやふやな図式になると思います、まあ。しかし、テクニカルに徹して解説を続けていきますね。テクニカルに徹していくと、やっぱりここに反応して、戻しがあるんではないかろうかっていうのが、40周目の週足を見ての、うんまあ、見通しになってくるかなってというとまあですんで 139円台に行くまでに一旦バウンドして上の方向に行く。それが40周目に来るんではなかろうかと思いますので、40周目は石破法を受けて多少の戻しがあるんではないかなっていうふうに考えられます。次は冷やしなんですけども、冷やしになってくるとね、もうすでにこれ9月の30日とか10月の1日そのものにかかってくるんですが、こちらの方に石破法がドーンとあって、 移動平均線をまたいで上昇トレンドに変わっていこうとしている矢先にこれがありました高市さんになってくると迷いなくこういうふうなね動きが見れたんでしょうけども今回は移動平均線をドカーンとね一瞬で切り裂いて戻っていきますのでここからまあ下落に入っていくことが考えられますねですので9月30日にすぐにセレで取っていけるってわけではないと思いますけども この40周目を見ていくと、おそらく、セルの方向、下落の方向に、緩やかに進んでいくんではなかろうかというふうに思います。さあ、そして4時間、1時間なんですけども、4時間とか1時間で見なくてはいけないのが、これ、9月の30日、午前中の動きなんですよ。まあ、要するに、これがね、戻しがあるかどうかっていうところを見ていかなくてはいけません。ですんで、午前中はしっかりと観察することが求められてきます。 で、一時間足を見ていきますけども、これをそのまま見ると、移動平均線の上に出て、盛り上がってきたところが、ダーンと逆目に降りていってますんで、戻しがね、確認できなければ、もう141円台、140円台っていう方向を見ていくようになると思います。つまり、セルで取っていく、 9月の残り10月、11月っていう形になるかなっていうこところですね。まあ、これすごかったですよね。でもね、4円ほど、もう天井から船底まで追いやられた感じです。まあ、多少の戻しがあるかなと思ったら、えー、9月の27日の段階では戻しどころか、さらに追い打ちをかけて、円高が進みましたよね。そして、だんだんブレーキがかかっていってるところなんですけども、果たして、 9月の30日午前中どんな動きをするでしょうか。月曜日はそんなところをしっかりと見ていって、午後から徐々に仕掛けれる時がありましたらストーリーを書きながら仕掛けていこうと思います。えそれでは今回は以上です。石破法ドンということでございました。ちょっと個人的にはね、石破さんか、高市さんの方が良かったなと思うところでございます。それでは。